トム・クルーズはアメリカ合衆国ニューヨーク州シラキュース出身の俳優、映画プロデューサー、歌手である。曽祖,祖父のトーマス・クルーズ名ポーサーはウェールズからの移民である。その他アイルランド、イングランド、ドイツなどの血を引く両親の間にニューヨーク州シラキュース市で生まれた。12歳の時に両親が離婚したため経済的に苦しい生活を送った。学生時代は スポーツに熱中するが挫折し、その後演劇に関心を持つようになった。1989年青春映画の早くを演じた、あと、卒業白書のみずみずしい演技で注目され、若手スター候補生の一人に数えられる。1986年、トップガンの世界的大ヒットにより、トップスターの仲間入りを果たし、次々ヒット作に出演。以前は主に、 ヒューマンドラマや社会派作品、作家性の強いアート系作品などに出演しており、アクションのイメージがなかったが、2019年5月現在では、ミッション・インポッシブルシリーズをベースにその大半がアクション映画への出演となっており、実質的にはアクション俳優とも言える。7月4日に生まれて、と、ザ・エージェントでアカデミー賞主演団優勝にマグノリアでは、 助演団優勝にノミネートされ、名実ともに一流俳優として、不動の地位を手に入れた。1992年、長年のビジネスパートナー、ポーラ・ワグナーと共に、パラマウント映画内に、クルーズ・ワグナー・プロダクションズを設立し、1996年の映画、ミッション・インポッシブルで、初めて映画プロデューサー業にも進出。この作品で主演を務めたことで、 彼のキャリアの中で転換期を迎え、以降はアクション映画にも多数出演するようになった。この作品の公開以前は彼をアクション俳優と認識する者はほとんどいなかった。2004年に映画のプロモーションのため来日し、西ブドームで行われた日本シリーズ西ブライオンズ対中日ドラゴンズ戦の始球式を務めた。またアテネオリンピックの聖火ランナーを務めた。 2006年8月、婚約者をめぐる様々なメディアの報道に対して、パラマウント映画は一方的に14年間に及ぶ契約を打ち切る発表をした。同月クルーズの持つ映画制作会社、クルーズワグナープロダクションズに NFL のワシントン・レッドスキンズのオーナーであるダニエル・スナイダーらの投資グループが資金を拠出することになった。同年11月、 ユナイテッドアーティストを再興する形でトム・クルーズとポーラ・ワグナーが映画制作を行うことをメトロゴールドウィン・ベイヤーが発表した。またこれはクルーズのように漠然と出演費が増え続ける俳優に対するハリウッドの転換期とも言われている。その後パラマウント映画を参加に持つバイアコムの会長オサムナーレッドストーンは雑誌ピープル氏を通し彼は 素晴らしい友人だった。また友人に戻れることを望んでいると語った。また、私は彼を解雇になどしていない。メディアが大げさに書き立てたんだなどと、ウォールストリートジャーナル氏に語ったが、クルーズ本人は、その後も沈黙を貫き通していた。メリッサ・ギルバート、レベッカ・デモーネーなどとの交際を経て九百八十七年に、ミミ・ロジャースと結婚するが、九百九十年に離婚。 同年12月にニコール・キットマンと結婚。キットマンとはおしどり夫婦として有名だったが2001年に離婚。離婚成立前からペネロペ・クルスとの恋愛が公になり結婚目前と言われたが2004年に破局している。2006年11月25日映画バットマン・ビギンズなどに出演した女優ケイティ・ホームズとイタリアで挙式。 2006年4月18日、婚約者ホームズがロサンゼルスでジョジを出産。前妻キットマンとの間には、養子が二人存在するが、実習を持つのは初めてである。2012年6月、ケイティ・ホームズとの離婚申請を発表。7月に和解に達し、正式に離婚した。幼い頃から、学習障害つまり書かれた文字を読む上での障害を持ち、自身。 障害者に関わる映画や、この障害の理解を推奨するための映画も制作主演している。また、新宗教であるサイエントロジーの活動によりこの学習障害を克服したと語っている。この経験から学習障害児への支援活動にも取り組んでいる。2003年8月にラストサムライの宣伝のために来日した際、首相官邸の小泉純一郎首相を表敬訪問。 日本の若者たちにと学び方がわかる本発行 ISBN4 から93万1223から22から 2, 2を首相に手渡した。2009年1月スペインの雑誌 XL セマナルの中で誰も解決策をくれなかったけれど大人になってサイエントロジーの教育本を読んだことで完璧に読解ができるようになったと語った。また注意欠陥。 多動性障害の治療薬のリタリンの使用に、米国社会が依存していることを厳しく非難している。トム自身も1970年に投薬治療を進められたが、母親がこれを断った。後に、これを飲んでいたら今の自分はないだろうと語っている。ニューヨークヤンキースファンである。ちなみに、トムが父親役を演じた宇宙戦争では、親は、 ヤンキースのファン、息子はライバルチームのボストンレッドソックスのファンという設定だった。2007年5月、当時の妻のケイティ・ホームズとビバリーヒルズにあるデビット・ベッカム夫妻の豪邸の近くに約43億円の家を購入した。購入した邸宅は7部屋の寝室と9つのバスルーム、プールとテニスコートが付いている。2009年10月、バンメディアインターナショナルによると、 マナ娘スーリの洋服代として、すでに200万ポンドを使ったという。トムとケイティの二人は、スーリが常に最高に可愛く見えるようにしたいと思っており、これまでにジョルジオ・アルマーニ、ドナテラ、ベルサーチ、ロベルト・キャバリ、バーバリーなどの洋服を着ているところを目撃されている。関係者は、ケイティとトムは、スーリちゃんのためにお金を派手に使っている。二人とも超有名だから、 トップファッションデザイナーたちがスーリちゃんのためだけに服を作ったりするんだと語っていた。2011年8月、米経済誌、フォーブスが2010年の5月から2011年5月1日までに、最も稼いだ俳優のランキングを発表し、2200万ドルを稼いで9位にランクインし、2012年7月には2011年5月から2012年5月までの、 同ランキングで7500万ドルを記録し圧倒的数値で1位に立った。派手なアクションのある映画でも原則としてスタントマンを使わず自らスタントを行うことにこだわりを持っていることで知られる。そのため車やバイクの運転技術はセミプロ級の腕前に達している。ドリフト走行は2015年にモトレーサーで現在は スタントドライバーとして活動しているポール・ガレンバック、死から教わっている。映画では、トップガン、ミッション、インポッシブルシリーズなどで華麗な運転を見せており、彼のトレードマークになっていると言える。2010年に、BBC の自動車、番組、トップギアにゲスト出演し、有名人が車の運転でタイムを競う、人気企画、スターインへ。 リーザナブリープライスとカーで番組通算のトップタイム1分44秒2を記録した。このチャレンジの最中、路肩を可能な限りショートカットしようとした結果、計らずも片は走行をすることになった。2011年8月15日には、レッドブルレーシングの招きに応じ、カリフォルニア州のウィロースプリングスレースワイにおいて、本物の F1 マシンをドライブした。 デビット・クルサードのコーチ付きとはいえ、素人ならただドライブするだけでも困難な回いマシンに乗り、最終的には最高速で、クルサードの4マイル落ちとなる181マイルパーアワーを記録した。新日課としてもよく知られており、2018年7月時点で23回目の来日をしており、他の俳優と比べても特に来日回数が多い。日本ではパラマウントジャパンにより、 ミッション、インポッシブル3の DVD 発売を記念して10月6日がトムの日と制定されていて、空港等での長時間のファンサービスも恒例となっている。さらに2014年6月、ダグリーマン監督作品、オールユーニードイズキルのジャパンプレミア時には、大阪、福岡、東京の3都市を半日で回り、原作が日本の小説であることを理由に、 特に思い入れの強い作品であることを東京でのジャパンプレミアで公言した。日本語吹き替えは鈴置弘隆、森川智之が主に務めているが、これはクルーズ本人の推薦によるものである。共演した子役のことは共演後も気にかけており、インタビューイズ・ヴァンパイアで共演したキルスティン・ダンストや、宇宙戦争で共演したダコタ・ファニングに毎年、 クリスマスケーキや誕生日プレゼントをずっと送り続け、ラストサムライで共演した池松壮介にも来日の旅に声をかけている。有名になる前は一般の仕事も経験しており、新聞配達やホテルのベルボーイの経験もある。ケイティホームズに対する感情をメディアを通じて何回か表現してきたが、最も顕著なのは人気のある。 オプラウィンフリーショーで2005年5月23日に起こったソファー事件である。彼はテレビのセットを飛び回り、ソファーに飛び乗り、ひざまずいては新しい恋人に愛の告白をした。ジャンピング・ザ・シャークというイディオムをもじったジャンピング・ザ・カウチというフレーズは、誰かが公の場で自分の名声を傷つけるのに十分に極端な形で見境を失うという意味で使用された。 これは短い間人気を博し、アメリカスラング歴史辞典に2005年のスラング・オブ・ザ・イヤーに選ばれたほか、非営利団体のグローバル・ランゲージ・モニターにトップフレーズの一つに選ばれた。ソファー事件は2005年の E において最も驚かされる場面のナンバー1に選ばれ、最終絶叫計画4のエピローグを含む無数のパロディの対象となった。クルーズは、 サイエントロジー協会の熱心な支持者である。一番目の妻、ミミロジャースを通じて1990年にサイエントロジーに関わるようになったクルーズは大やけに、サイエントロジー、特にエルロン・ハバードの提唱した勉強の技術が彼がディスレクシアを克服する手助けとなったと発言してきた。人々をサイエントロジーへ導く様々なプログラムを支援することに加え、 サイエントロジーが完全に宗教として認知されるための活動をしてきた。サイエントロジーはフランスではカルトとドイツではビジネスとして認識されているのだが、クルーズは各国の政治家たちに対してロビー活動を行った。2005年にパリ市議会はクルーズがニコラ・サルコジとジャン・クロード・ゴーダンラ当局者に働きかけたことを明らかにし、彼を サイエントロジーのスポークスマンであり、投資だと描写し、クルーズと関わることを禁止した。クルーズは、ハバードの著作に基づくデトックスセラピーを、アメリカ同時多発テロの救助隊に提供するため、ダウンタウンメディカルという名の施設に出資し、寄付金を募った。このことは、医療の専門家のみならず消防士たちからも非難を受けた。このような活動や、 その他の運動を叩いて2004年の暮れデイビッド・ミス・キャビー・ジはサイエントロジーの勇敢の自由勲章を与えた。クルーズが女優のブルック・シールズが抗鬱薬のパキシルを2003年初めての娘を産んだ後の産後鬱から立ち直るために服用した。クルーズは脳内化学物質の不均衡などは存在しないと主張し精神医学はエセ科学の一種だと断言した。 このことにより、トゥデイの2005年6月24日、放送文でマット・ラウアと激しい議論をすることとなった。医学の専門家たちは、トム・クルーズのコメントは、精神障害患者に汚名を着せていると発言し、シールズは、トム・クルーズのコメントの数々は母親たちにとって、大変な迷惑であると述べた。しかし、メディアに追求されたアメリカ精神医学会の、 スティーブン・シャーフスタイン会長が2005年7月11日のピープル市で脳内科学物質の不均衡の証明について明確な検査法は存在しませんと認める事態になった。2006年8月末にクルーズは自らシールズに謝罪し彼女もこれを受け入れた。クルーズのスポークスマンは彼と彼女は関係を修復したものの クルーズの抗うつ薬に対する立場は変わっていないことを確かにした。シールズはクルーズとケイティ・ホームズの結婚式のゲストとなった。エンターテインメントウィークリー市場でインタビューを受け、精神医学をナチズムの科学だと発言し、メサドンの本来の名前はアドルフ・ヒトラーにちなんでアドルフィンと呼ばれていたという有名な都市伝説を引用した。デアシュピーゲル市上で彼は、 サイエントロジーには、ナルコノンという唯一成功している薬物、リハビリプログラムがあり、それは、世界中で統計学上ただ一つ成功しているものだ、と発言した。ナルコノンは、その成功率は70%を超えると、主張しているが、その数字の正確性は広く議論されている。サイエントロジーは、主流の精神医学に反対していることでよく、知られている。 2008年1月にデイリーメールはアンドリュー・モートンによる電気、トム・クルーズ、非公式電気が発行されることを明らかにして、その本によるとクルーズは名義上、教会の2番目の指揮官に就いたという。この本は元教会のスタッフメンバーのマーク、ヘッドリーと共に書かれてきたものである。クルーズの弁護士、バート・フィールズは、その本は嘘まみれだと発言した。 パリの名誉市民の候補に上がったことがあったが、サイエントロジーを悪質なカルトと見ているフランスの事情もあり、結局はパリの市議会は彼をサイエントロジー信者であるという理由で名誉市民にしなかった。また、米国のアニメサウスパークでサイエントロジー信者としての自身がパロディにされてしまったことに激怒し、再放送、他国での放送をやめるように必要に制作会社に、 働きかけたことが知られている。アニメの制作会社の親会社が、ミッション、インポッシブルシリーズの制作会社であったために、もしも再放送したら、M.I.3 のプロモーション活動には一切協力しないと言ったことが有名。また、ワルキューレ制作の際、ドイツではファンナチー運動の英雄として称えられると、ともに、 経験なカトリック信者としても知られている、クラウス・フォンシュタウフェンベルクをサイエントロジーの信者であり、広告党と見られているクルーズが演じることに対する強い反発が起こり、クラウスの息子ベルトルトも、クルーズ氏が演じると聞いた時には宣伝のための冗談と思っていた。彼が演じたら、台無しになる。父とは関わらないでほしい。と批判した。 一時はドイツ国防省が事件の舞台であるシュタウフェンベルク街等の国防軍関連施設での撮影を許可しなかった。2008年1月15日、クルーズを特集したサイエントロジー協会制のビデオが漏映し、YouTube にアップロードされた。彼の映画、ミッション、インポッシブルの BGM が流れる中、クルーズはサイエントロジー信者であることが彼にとって何を意味 するかを論じた。タイムズによると、彼はサイエントロジーの美徳の数々を激賞しているように見えとあり、デイリーテレグラフはインタビューの間、彼は異常者のようにサイエントロジーへの愛を夢中で喋っていたと報じた。サイエントロジー協会は、YouTube その他に流出したその動画は略奪、編集されたもので、本来は信者のための3時間のビデオだったと主張した。 YouTube はその動画を法的な脅迫のために削除した。2008年2月4日、現在、gawker.com は未だに、その動画を掲載しており、他のサイトは、全体のビデオを載せている。サイエントロジー協会の弁護団は、動画の削除を要求する文章を gawker.com に送りつけたが、そのウェブサイトのニックデントーンは、クルーズのビデオは、 報道価値があり削除しないと述べた。トム・クルーズのサイエントロジーに対する開けた態度は14年間彼に勤めていた広報係のパッド・キングスレイの2004年3月の離脱によるものだとされている。トムは広報を妹でサイエントロジー信者のリー・アン・リベッテに置き換えた。リーは2005年11月までトムの下で働いた。その後トムは妹を降格させ、 広報会社のロジャーズコワンからポールブロックを採用する。ディベッテはそれについてリーが広報活動よりも事前活動を希望したためと説明した。このリストラはサイエントロジーに対する彼の見解と逆効果になってしまったケイティ・ホームズとの関係の協調を抑えるための動きだとみなされている。出演せずプロデュースのみを担当した作品。すべてクルーズ。 ワグナープロダクションズ制作、ありがとうございます。